こんにちは。私たちの生活と文化の役割についてやっていきましょう。まずは文化とはについてです。人々が自然や社会の中で生活するうちに少しずつ形作られ、共有され、時代を超えて受け継がれてきた生きるための知恵であり、有形無形の財産を文化と言います。これは時代や社会の変化に伴って変化していくものです。また言葉の意味や内容は様々であり、生活、言語、行動様式、価値観、科学や宗教、芸術や教養も文化に含まれております。続いて、科学、宗教、芸術の役割とはについてです。様々な技術を発達させ、人々の暮らしをより便利で快適にしてきたものを科学と言います。科学は世の中に便利さをもたらした一方で、人々の生き方や価値観の変化、命をめぐる新たな課題なども提起しています。そしてより良い生き方を追求し、人間を超える力を信じ、神や仏の存在について考える宗教や、精神的な面で人々の暮らしをより良く豊かにする芸術も重要な文化の一つになっております。芸術のところで言うと、絵画や映画を見たりすること、そして感動したりすることで、精神的な面で人々の心は豊かになります。また、小説を読んで登場人物の生き方や考え方に共感することも、心や生活を豊かにする一つになっております。それでは、文化といっても様々分類がありますので、ここで簡単にまとめてみたいと思います。例えば、お正月などの年中行事を含む、これまで受け継がれてきた伝統なんかが文化の一つになります。また、ここにあるような挨拶やお辞儀といった礼儀なんかも文化の一つです。そして、法律などはそれぞれの国で別々の法律がありますよね。それはその国で受け継がれてきた、その一つの文化と言えるんです。こうしたものは、遥か昔から作られてきて、制度的に残ってきた文化だということができるはずです。日本には日本の制度としての文化が存在しています。他にも、お箸を使うなんて言った日本人の行動を示したような行動様式なんかも文化の一つ。日本の伝統的な建物なんかも文化の一つです。また、科学も一つの文化に該当しております。そうした3つは、目に見えることができる物質的な文化だということができるんです。そして、例えば神様を信じたり仏様を信じたりというような宗教、これも文化です。芸術、そうしたものを監修することも一つの文化として該当されます。学問を学んでいくこと、学問も教養として一つの文化と該当します。こうしたものは目に見ることができない精神的な文化だと分類分けすることができます。もちろん、制度的、物質的、精神的と分類分けしてみましたが、どれか一つだけに該当するというものではなく、複数に分類分けされるものもありますが、文化といっても一概には言えず、いろいろなものがあるということを知ってもらえたらと思います。それでは最後に、文化の負の側面についてお話しします。文化とは、私たちの生活をより豊かに、そしてより快適にするために発展してきたものです。しかし、こうしたことを悪用しようとするとどうなるでしょうか。例えば、原子力発電所は私たちの生活をより豊かにするために作られておりますが、原子、核という部分の危険な部分だけを抽出すると、
核兵器を作るということにもつながりかねません。また、ダイナマイトなんかも一つの文化の負の側面を持っている例として挙げられます。もともとは建物なんかを壊すために効率よく利用されるものとして作られたものですが、人類に悪影響を与える兵器としても使われたという負の側面がありますよね。私たちにはより良い暮らしや平和の実現のために文化を正しく役立てるということが求められるんです。今回はここまでです。お疲れ様でした。